こんにちは、工藤家です。今回も古典の手品をやってまいります。今日はですね、フォローザリーダーと呼ばれる手品をやります。どんなマジックかというと、結構その名の通りなんですけども、フォロワーがリーダーについていくということを、手品で表現している。手品でというか、まあ、トランプで表現しているっていうようなものなんです。で、使うのはですね、大体こういう赤いチームと黒いチームを使って、なんか1枚リーダーをこの前に置いておいて、で、リーダーをこう場所変えても、こっちにはこう黒いカードが来て、赤い方には赤いカードが来るよっていうような、手品。この手品を、フォロー・ザ・リーダーと呼びます。今回はですね、カードマジック大辞典に載っているダイバーノンという人の、手順です。年代が、発表された年代が1932年らしいんですね。日本で言うと昭和7年でちょっと調べてみたんですよ。結構古いなと思って調べてみたんです。1932年、日本で何が起きたか。515事件で犬飼剛が暗殺された日らしいです。はい。で、外国に目を向けるとですね、ちょうどその頃世界恐慌が起きていて、ルーズベルトがアメリカでは、ニューディール政策とかをやっていた時代みたいですね。もうめっちゃ、あれですね、歴史で勉強する内容ですね。どうでもいいんですけれども、ちなみに私は歴史が苦手でございました。センター試験では地理を選択して、受験を行いました。何年前だ ?10 年前だ ?8 年か9年ぐらい前。カードマジック大辞典によるとですね、このフォローザーリーダーという手品をもとに、エドワード・マルローという人が、オイル&ウォーター、水と油という手品を作ったらしいですね。オイル&ウォーターという手品がですね、どんな手品かというと、こう水と油を、に例えてですね、こう黒いカードと赤いカードを水と油に例えて混ぜるんですけれども、水と油なので、こう、分かれていっちゃうよねっていうことが手品で表現されているっていうものになっております。で、ちょっと気になる方はですね、概要欄の方に、私が以前出した動画のリンクを貼っておくので、そちらご覧になってみると、どんなマジックかっていうのがわかるかと思います。その動画ではですね、エドワード・マルローさんの原案の手順を、若干ハンドリング変えてますけれども、私のやりやすいように変えてますけれども、できるだけ忠実にエドワード・マルローさんの原案オイル&ウォーターを、演じていますので、ぜひチェックしてみてください。はい、それではご覧いただきましょう。フォローザ・リーダーです。はい、今からですね、フォローザ・リーダーと呼ばれる手品をご覧に入れます。その名の通りの手品ですので、ちょっとご想像しながら、何が起こるのかご想像しながら見ていてください。使うのは、これだけのカードです。ちょっと少ないですね。見ますと、赤いカードと黒いカードです。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 枚の赤いカードと1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 枚の黒いカード。赤チームと黒チーム、それぞれ、10人ずつの状態です。で、この中からですね、まず1枚黒のリーダーをこちらに出しておきますね。まあ何でもいいんですけれども、1枚こっち外に出していくっていうところが重要です。まあここに置いておきます。で、赤チームの方からですね、今1枚、ちょうど同じ10ですね。を置いておきます。この10が、赤チームのリーダーです。さあ、今からですね、リーダーの場所を変えます。変えるんですけれども、フォロワーがちゃんとついていきます。黒いカードの元には黒いカード、赤いカードの元には赤いカードと、フォロワーはリーダーの元を追従していくという状態になっています。で、ついでにですね、こちらを変えたとしてもですね、やはり黒いカードの元には黒いカードが来まして、赤いカードの元には赤いカードが来てしまって、フォローをしていくという状況ですね。で、最後、これだけありますけれども、こんなことして見てもですね、こう場所を変えてもですね、やはり黒いカードの元には黒いカード、赤いカードの元には赤いカード、黒と赤でちゃんとリーダーをフォローしていくというページナーでした。
はい、いかがでしたでしょうか。うん、この手品はですね、私が思うに初めのクリーンさっていうのと、その後のテンポっていうところが結構重要になる手順だと思っています。性質上途中で改めることっていうのがあんまりできないので、初めの状態の、擦り込みっていうのが大切になってくるので、そこのクリーンさっていうのは必要で、そこの擦り込みがですね、記憶からなくなる前に、現象をテンポよく起こしていかないと、そもそも不思議じゃないっていうことが、起きてしまう可能性があるので、そこについてはテンポが必要だなっていうところと、結構、大きなオチがある手順構成になっているわけではないので、テンポでですね、リズムをバババババと作っていって、リズム受けもちょっとプラスしながらやっていった方が、一般のお客さんに対してはですね、受けやすいのではないかと思っております。バードンさんの手順では、一度に1枚っていうわけではなくて、一度にパンパンパンと3枚めくることができるので、その3枚をいかにめくるのか、いかにどんなリズムで、めくるのかっていったところは、そのマジックをやる人それぞれのですね、作りたいリズムっていうのを反映させられるところだと思っております。テンポよく喋、りながら手を動かしてお客さんの反応を見ながらトントントンと畳みかけるっていったところをやった方が、このフォローザリーダーという手品は、受けやすいのかなと私は今考えているので、そういった面で、テンポよくやるっていうのはですね、練習するにはこの手品に取り組んで、一般のお客さんに見せて、受けるところまでとこう積み上げていく、ブラッシュアップしていくっていうのは、テンポの練習になるのかもしれないなと考えています。今回ご覧に入れたのはダイバーノンさんの手順なんですけれども、これを開案したエドワード・マズローさんの手順がですね、カードマジック辞典の方に載っております。で、そちらも、そちらはダイバーノンさんよりもテンポで畳みかけないと結構しんどい、ちょっと冷静に見るとそれおかしくないっていうと突っ込まれかねないポイントがいくつかある手順構成になっているので、まあ、それはそれで、ご覧に入れようかなと思っております。はい、まあこんな形でですね、今後も古典の手順を勉強しながら皆さんと、シェアしていければなと思っております。マジシャンの方はですね、一緒にアーダコーダー言いながら勉強していくことができたら嬉しいなと考えています。今後についても気になる方はですね、チャンネル登録だったり、動画のシェアだったり、グッドボタンっていったところをですね、押していただけますと、とても僕のモチベーションが上がりますので、お待ちしております。はい、ということでフォローザリーダーでした。